もう以前は本当体力処分みたいなところがあったんですけれどもはい、はい、さて、えー、そして最終的に残ったこの2人のファイナルですが、はい、いよいよ始まります。<laughs> さあバンキングを取ったのはリニング、<ー>これは <laughs> これは, <laughs> はい、はいはい、近いですね。はい さあ、えー、この試合なんですが、えー、テンボール9、はい、ゲーム選手、で勝者ブレイク、そしてセルフラックとなってますね。そうですね。オープニングのブレイクはリニングからですね、そうですね、はいまあ。ファイナル一斉ブレイクという形を取っていますね。 まあレールからブレイクする。はい。あのテンボールのそうですね。はい、テンボールのブレイクは。はあの中央付近からつくので。はい、ええー。ナインボールから。テンボールに。ゲームが移行したばかりの頃は結構レールからつく方が。はい。多かったんですが、はいえー。今は結構レールからつく人は少数派で、ね。数派ですね。はい。でフィリピンはもともとテンボールが。はい。 多かったということも聞いておりますけれどもその点では慣れているのかもしれませんねで、えー、リニングのブレイクは、えー、サイドに、えー、6番が入りまして、えー、1番も今、えー、ポケットしたところですね、えー、この配置をご覧になっていかがですかもう綺麗に散っているようにも見えるんですけれどもそうですね、えーまあ、3から4が少し狭いのではいこここですねれを3番入れた後とに、まあ、10番の 近くを左側を通してですね、はい、出すような形になると思いますあまり触れてしまうとまた4から5が難しくなりますはい柔らかいタッチでですね出しましたが、ね、まあちょっといやらしい角度ですがちょっと弱めにつかなきゃいけないんで引っ張られないように、はい、うんうまくクリアしましたねはい5、えー でこれは問題ないですね、はいうん。これもイメージよりちょっと強かったかな。はいもう七7八9という形になりますけど、はいはい、熱くなってしまったということですかね,そうですね想定よりも。でこれも今度は弱かったかな。でこれちょっとまっすぐで距離があるんで。はい えー、このサララシャだと引き加減が結構難しいんですよね。はい。これはもう直接引く形になりますね。はい、あ、引いてきましたがちょっと弾けすぎちゃいましたね。はい。これは想定よりも引けすぎてそうですね。もうかなり引けすぎて、まはい、あのー、すごい加減が難しいんですよね。うん,うん。そのラシャも新しいし、はい、えー。ボールも新しいし、はい。でまだ。 これ4試合目なんでこのテーブルを使うのがテーブルがこなれてきてないですね全日本選手権のファイナルとなるともう本当10試合20試合ぐらいやってるテーブルなんでなり落ち着いてくるんですけれどもこれも本当にこれ本来であれば入れるんだったら今のサイドバンクなんですけどもアンドセーフティ考えたらコーナーバンクなんですよね入れる自信があったんでしょうね今のは入れ一辺倒とですね。 ただしこの形で失いました。そうですね。これセーフティーも難しいですね。もう少し十番が下の方にあったり、テダムと十番に距離が、距離がついていればあの薄く当ててセーフティーってことができるんですけども、はい。これは、あ、もう左上のコーナーを、はい、はい。もうゴールしました。最後まで生ききってしまいということですね。はい。するとこれはこの左下あ左上のコーナーを狙いながらのアンドセーフティーっていうのはなかなか考えづらい。 手玉を前に出すってこともあるんですけども、はい、でもスピード的にこれ10番が穴の方に残ってしまうスピードでしかいけないので、はい、う完全にとおこれはあの逆に打者が新しくて、はいえー、ポケットが甘いというのをうまく利用して長めから、はいね、拾ってくれたという形ですね,、はい、ですねさあリニングオープニングのラックを、えー、マス割りということになりました。1対0です そして、このブレイクもいい、ねはい、同じように6番がサイドに入りました。はい、1番入れて、えー、ピンクの4番の上にあるのが2番ですね。うん、これが通ってるんですかね、コーナー。見てますね。はい。確認。